ジョニー・ウィンター、ジョニー・ウィンター、ジョニー・ウィンター、本名、ジョン・ローソン・ウィンター3、1944年2月23日から2014年7月16日は、アメリカ合衆国テキサス州、ボーモント出身のギタリスト、シンガー。CBS との契約金が、当時の金額で数十万ドルと巨額であったことから、100万ドルのギタリストの異名を持つ。 アルビノデシャシであることも知られている。弟は、エドガー・ウィンター。白人でありながら黒人音楽のブルースを、プレイし続け、ブルースの巨人マディウ・ウォーターズが、義理の息子と呼ぶほど、彼に気に入られた。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて2003年は、第74位。2011年の改訂版では、第63位。 幼少期はクラリネットを演奏していたが、歯の噛み合わせが悪くなり断念。その後遅れレ,レを経て、ギターを弾くようになる。少年期に、弟のエドガーとコンビで数々のコンテストに出場しては腕を上げていき、15歳の時にバンドを組んで、地元レーベルからスクールデーブルースをリリース。彼の音楽キャリアのスタートとなる。1962年、エドガーと共に初のバンド、 ジョニーザ・ジャマーズを結成。複数の地元のレーベルからシングルをリリースし、活躍する。1968年、トミー・シャノン、ベース、アンクル、ジョン・ターナー、ドラムスらを迎え、デビューアルバム、ザ・プログレッシブ・ブルース・エクスペリメントをリリース。同年12月には、アル・クーパーとマイク・ブルームフィールドのフィルムア・イースト公演に、ゲスト参加し、この時のライブ録音は2003年に、 アルバム、フィルモアイースト、ザロストコンサートテープス12、13、68として発表された。翌1969年、CBS と契約し、アルバム、ジョニー・ウィンターをリリースした。CBS との契約金は、当時の金額で数十万ドルと巨額であったことから、100万ドルのギタリストの名で呼ばれるようになった。このアルバムは、ウィリー・ディクスン、 ウォルター・ホートン・ラ・ブルース・ミュージシャンが参加したストレートなブルースアルバムであった。また同年40万人以上を集めたウッドストックフェスティバルに出演。続く作品、セカンド・ウィンター、1970年、ジョニー・ウィンター&、1971年ではロック色を強めていった。特に後者はストレートなブルースナンバーは皆無のロックアルバムである。ジョニーは ドラッグ中毒に陥っていったが、1973年に Still Alive and Well をリリースし、復活を宣言した。1980年にレザン界をリリースするまで、CBS への在籍は10年以上に及んだ。1974年のジョン・ドーソン・ウィンター3以降は、CBS 参加のブルースカイから作品をリリースした。CBS 時代のジョニーは、 前日のジョニー・ウィンターに象徴されるように、ロック色の強い作品が多いが、ファーストアルバムや、ナスン、バッド・ザ・ブルース、1977年、マディ・ウォーターズのアルバムにおける共演など、正面からブルースに向き合う一面も見せている。1980年代に入ると、ジョニーは、アリゲーターレコードと契約、3作のアルバムをリリースした。 ブルースレーベルからのリリースということもあってか、いずれの作品もブルース色が濃い内容となっている。MCA 参加のボイジャーレーベルからのザ・ウィンター・オブ・88、1988年を経てポイントブランクと契約したジョニーはレッドメイン、1991年をはじめ3枚の作品をリリースするが、徐々に体調が悪化し、演奏活動から遠ざかっていく。 一説によると、愛用のギブソンファイヤーバードを自力で持ち上げられないほど体力が弱ってしまい、視力もほとんど見えない状態と言われていた。2004年、実に12年ぶりとなる、スタジオアルバム、I.I.M.A. ブルースマンをリリース。その枯れた演奏に最後のアルバムかとの危惧の声もあったが、7年を経た2011年、ブルースのカバーを新録したルーツをリリース。 健在ぶりをアピールした。2014年7月16日、スイスの中立ヒにて死去。同年9月にリリースされた遺作、ステップバックルーツには、2015年2月に第57回グラミー賞で最優秀、ブルースアルバム賞を受けし、ウィンター初のグラミー受賞を果たして、弟のエドガーが代わりにトロフィーを授与された。父親は、 教会の聖歌隊に参加するサクソフォンとバンジョーの奏者。母親はピアノ奏者という理想的な音楽一家の下で育った。前述の実定へドガー・ウィンター。彼もまたアルビノであるは、キーボード兼サックスの奏者として有名である。彼のプレイはテクニカルで速いリフが多く、ピックはサムピック、人差し指と中指、そして薬指を使ったフィンガーピッキングが特徴。 リフの種類は他に類を見ないほど豊富。早く弾きまくるリフは代表曲 BE Careful With A Fool などで聴ける。また、音色はヘビなディストーションが効いていることが多い。使用ギターはギブソンファイアーバードのキメの見えるダーククリア塗装で白いピックガードがトレードマークである。近年は r ンというメーカーが製造した小型のヘッドレスギター、レーザーが メインギターとなっていて、ファイアーバードはスライドギターの際に使用することが多い。スライドギターをプレイするときには、特にオープン E やオープン A を好んでいるが、他にオープン D やオープン G も使用する。スライドギターが聴ける代表曲は TV ママやダラスなど、レギュラーチューニングでの演奏もしているが、アリゲーターレコード在籍以来、一音下げで演奏する。 ことが多くなった。スライドバーは、既製品は使わず、工事現場で拾った金属パイプを自分の指に合わせて切り出したものを長年にわたって使用している。40年以上のキャリアにもかかわらず、ジョニー・ウィンターの来日公演は長きにわたって実現していなかった。来日していない最後の大物と呼ばれていたこともある。M&I カンパニー商兵により、 1990年に初の日本ツアーが組まれたことがあるが、チケット発売後、公演は中止となってしまった。理由は当時日本での所有が禁止されていた薬を持ち込み入国できなかったからである。ちなみに、弟エドガーはたびたび日本公演を行っている。2011年2月、公式サイトのスケジュールにて、2011年4月13から15日の3日間に、 ゼップ東京で初来日ライブを行うことが発表された。その後、2011年3月11日に起こった東日本大震災の影響で多くの海外アーティストの来日が中止となり、開催が危ぶまれたが、2011年4月12日夜、日本の地を初めて踏んだ。翌日の2011年4月13日、ゼップ東京において初来日公演が実現。 終演後、ジョニーは、日本のファンは、おとなしいと聞いてたけど、盛り上がってくれてびっくりしたよ。ロックンロールをわかってるんだね。嬉しいよ。と語った。その後、2012年5月、2014年4月に、来日公演を行っている。2014年4月が、最後の来日公演となった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。